ここで盛り上がっていく。そして皆さんの手拍子で、まずは大きな拍手が巻き起こっておりますが、それほどの大激戦だったと思います。振り返ってみて関さん、いかがでしょう。はい、シーガルズさんの粘りにすごく苦しめられる場面もあったんですけど、劣勢の場面でも、なかなか今日は自分たちのバレーというところを展開できなかったところが多いんですけど、その中でも最後のセット勝てたっていうところはすごく良かったなというふうに思います。場内は一言一言に今本当に大きな拍手をかみしめるようにね、送られているファンの方が多いと思うんですが、今日はセッターとして関さん自身もかなり大変苦労されたんじゃないかなと思いますが、最後勝ち切った要因というのはどういったところに感じられてますか。そうですね、やっぱり勝ちたいっていう気持ちが出たセットは自分たちが勝てた要因かなっていうふうに思うので、やっぱりそこの自分たちの今年のスローガンでもある覇気っていうところ、そういうのを出せたところが良かったのかなというふうに思います。ものすごい空気に包まれた第5セットでもありました。そんな中、その覇気も見せながら勝利をつかんだ東レアローズと言えると思いますが、勝ちたい、そんな思いを26個積み重ねてきました。レギュラーシーズン、レギュラーラウンド1位が決まりましたね。はい、まだしかしファイナルステージの戦いも控えている中、レギュラーラウンドもあと1試合残っています。そしてファイナルステージに向け、どのようにここからチームをさらに進化させようと、セッターとして思われてますか。はい、セッターとしては今日の出来ではやっぱりダメだなというふうに思うので、そこは反省しなければいけないと思いますし、それでも今日、1位通過というところが決まったというところはすごく嬉しいなというふうに思います。これからまだあと残り1試合とファイナルステージに向けて、もっともっといいチームが作れると思うので、そういうところを練習から頑張っていきたいです。大変な一戦、そして一言一言にこう重みをね、重ねながら走っていただきました。東レアローズのセッター関菜々巳選手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。